日本一周企画東北編やっていきたいなと思うんです。レベルではね、そんな全国アウス行ってないんで、全国アウス行ってないんで、はい、おはようございます。日本一周企画の、青森編ということで、現在青森駅の目の前に到着しました。飛行機で来ましたよということでね、東北編やっていきたいなと思うんですけども、まずはねホテルチェックインして、やっていきたいなと思います。あった。こちらが本日のホテルでございます。本日の部屋は418、これやね。まあなんと独特な部屋でしょう。ちょっと変わった作りやけどもね。まあこれはこれでいいでしょう。はい、ということでね、ただいまの時刻が5時35分ということで、すぐ下なんでね、もうすぐ会えるんですけども、今回ね、なんで青森から来たかっていうと、ほんま福島とか山形とか秋田、この3県行く予定やってんけども、残念ながらね、視聴者さん、都合の合う視聴者さんがおらんかって、僕レベルではね、そんな全国会う人いてないんでね、とりあえずその3県はなしにして、で、今日の青森、明日の岩手、明後日の仙台、3つ行って、残りのその秋田、山形、福島、この3つに関しては、嫁と2人で旅行来ます。だからそれで一応ね、40の後回ってことにしようと思ってるんやけど、なんで嫁来へんかったんっていうと、嫁はね、ちょっと発送業務が忙しすぎて、ちょっと来れなかったんですよ。だからね、ちょっと申し訳ないけど、発送業務やっといて、言うてね、わかった、言うて、その代わり絶対秋田は行くからね、って言われてるんでね、一緒にまた秋田は行きたいなと思うんですけど、そんなことで、一旦もう、行きたいなと、一人でね、今回2泊3日行きたいなと思いますので、はい、では行きましょう。実は行きしな2人組の女の子と会ってね、その2人組の女の子らが実は今日なんかヒゲダンのライブなんです言うて、でそれでね、和歌山から来ました言うてたんですけども、ほんなら和歌山やったら俺大阪が近いやみたいな話してたんですけどね、私らライブ行ってきますってパッて行ったんですけども、もしかしたらそういうところで今日は人が多いのかもしれないです。どこが多いねん、めちゃくちゃ少ないやないかいって感じなんですけどね。視聴者さんと会うとこはねすぐそこなので、もういてはるかなと思いますが、ちょっと向かいましょう。現在の青森の気温は17度でございます。関西よりも7度ぐらい寒いということで、少し肌寒い気温でございます。見えてたよ。アドン。ちょっとやっぱ肌寒いですね。ですね。うん、大阪はあったかいですか。すごい。標準語で訛りがすごい。いい、ありがとうございます。うちで作ってる。今日もみたてのリンゴです。なめろうとマグロでしたっけ。なめろうと大間のマグロ。大間のマグロ。血合いね。血合い。大間のお魚なんですけどね。お名前から。YouTube はセブンスリーチャンネル、セブンスリー。あと私自身の名前はタカです。タカさん。まあ本名はリンゴですね。僕を知った経緯って何知ってくれたんですか。いや、それはノースペースです。あ、服なんですね。服も大好きなんですけど、着るのはまあこれもノースペースなんですけど確かに、全然着るのかな。ノースペースも大好きで、そう、ダウンとかヌプシとかそういうダウン系。確かに、青森言いそうっすよね。いや、ヌプシでもうバズりましたよね。いや、本当拓蔵さんの動画見てヌプシ買いましたよ、私。あ、そうなんですね。マジで使えてますね。めっちゃ高くて、やっぱダウン最高だ。うん、よかったよかった。いや、マジでなんか印象の違いとかありました。いや、そのままですね。あ、ほんまですか。いや、気さくでめっちゃいい人っす。じゃあ、なんとかサワーでレモンがいいかな。レモンサワーですね。レモンサワーでいいかな。はい、それでは行ってきました。すいません、ピンボケしてるかな、合ってるかな、ピン。はい、おはようございます。2日目の朝ということで、ただいま9時4分でございます。10時チェックアウトなんですけど、ちょっと皆さんにすごいことになってもらって見てもらいましょう。なんということでしょう。なんかごちゃごちゃなってるけど、泥棒でも入ったんかなと思うんだけど、なんかごちゃごちゃしてますけどもね、大丈夫でしょうか。ちょっと片付けして、チェックアウトしたいなと思います。ですけど、やはり傾向としてはね、必ずこういうって傾向があると。そして、ただいま私は
青森県の名物のっけ丼というのをね食べに行こうかなと思います。ふらっと歩いてたら先ほどねつい1分ぐらい前視聴者さんに会って、あの埼玉から出張の方やったんですけどね、お会いさせてもらいました。お声もかけていただいてありがとうございます。これからのっけ丼食べて、盛岡の方に行きたいなと思います。ちょっとね、よくわからんのが、なんかこんなチケットあるんですよ。でチケットにね、なんかあのいろんなの載せるとか書いてあるんだけど、何のことかさっぱりわからん。いけるもん。ありがとうございます。はい、じゃあご飯の方が、ここ次の後ろ3番でどうぞ。はい、すいません、お願いします。普通盛りでよろしいですか？はい、普通でいいです。チケット1枚です。なるほど、チケット減っていくんですね、これで。そうそうそう。じゃあマグロ1つもらいます。はい、ありがとうございます。いや、1枚です。はい、なるほど、こういうスタイルね。こんなん多分ヨミゾウ好きなんだろうな。うわ、タイだ。ヒラメにしときます。僕1個でいいんですよ。卵は先焼いたばっかりです。卵で、はい、丼借ります。はい、ありがとうございます。では完成しました。なんか卵とかマダイとかソイとかサーモンとか、あとマグロとかエビとかね、いろいろ入れさせていただきました。はい、それではですね、盛岡へ着きました。ちょっと荷物をホテルに置いて、盛岡城っていうのが あるんで、そこの近く歩いてみたりとか、なんか歩こうと思うんですけど、意外と盛岡暑いですね。で、しかも栄えてる。青森がやっぱちょっと寒いなっていう感じで、まあまあまあ栄えてるっていうよりかは、偉そうですいませんけどもね、まあまあまあ店あるやんって感じだったんですけど、盛岡は普通にこれ全然暮らせるやんっていう感じだったんでね。それはもちろん住んでるからね、みんな住んでるから暮らせんねんけども、そんな感じで意外と栄えてることにびっくりしております。これがね、盛岡城の跡かなんかちょっとわからないんですけどもね、あるみたいで、ちょっと散歩しております。いいよいいよ。だって去年から一回も呼ばれてなかったよ。はい、それではね、夜になりました。今からね、盛岡の視聴者さんとお会いさせていただくんですけども、もちろん初めての方でございます。楽しみにしております。ね、早速インスタでサングラスどこのですかって聞かれたんですけど、現時点で私今作っておりますので、いろいろ試行錯誤しながらね、作っている最中で、あ、ちょっと長時間かけたら鼻痛いなとかね、ちょっと耳のとこ痛いなとか、いろいろ試行錯誤しながら作っておりますので、またサングラスも楽しみにしておいてください。ジャパンメイドアでね、来年の夏に出します。もうちょっと今年はね、間に合いそうないんで、まあそんな感じでね、サングラスも作っておりますし、ネックレスも自分のやつやし、ロンティも自分やしね、やっていきたいなと思います。さっき昼間歩きましたけど、やっぱ昼と雰囲気だいぶちゃいますね。やっぱ夜はね、この辺りは盛岡でも、繁華街というか飲み屋が多い地域になってるんですけども、あの赤ちょうちんところですね、予約していただいてると思いますので行きたいなと思います。こちらです。どん、本日のお店八兵衛さんでございます。八兵衛さん、皆さんいらっしゃい。すいません、忙しました。すいません、すいません。まず、お名前から。名前から、うん、一応、ゆうです。ゆうくん、はい。ゆうくんはおいくつですか？今は28歳ですね。そもそも僕の最初見てくれたんで、何きっかけで見てくれたんですか？3、4年前ですかね。ヒッチハイクの動画から、もう本当に最初です。それこそこう、見てもらってる画面越しと実際こう会った時とかで、なんかこう、イメージ違ってたなとかって何かありますか？いやー、どうなんですかね。まあ、YouTube 上は、なんかもうちょっとオラオラしてるかなって、実際あったら、めちゃめちゃ優しいんですよ。あ、そうなんや。いや、話しやすいです。全然、なんか、フランクに話せて、なんか、馴染みやすい印象は。はい、おはようございます。最終日ということでね、今からチェックアウトして、
やりたいなと思いますが、なんか昨日どこに寄ったか全然覚えてへんねんやけども、なんかあのポケットからね、なんかミルキーはママの味が出てきたりとか、あとなんかコンビニの袋があったりしたからね、多分買い物行ったやろうけど全然覚えてないんですけどもね。まあそんなことで、昨日も楽しく飲みました。帰ってきたの11時半、初めての人と、5時間も喋っちゃった。まあ症状ないからね、よかったんですけど、今からはねラーメン行こうかなと思ってね、ちょっとまだラーメン食べてないでしょ。でも盛岡で結構有名なラーメン屋さんがね近くにあったんで、海峡通りのところにあるね、富士なんとかっていうところなんやけども、そこにね行こうかなと思います。ちょっと土曜日やから混んでるかもしれんけど、でそれ終わったら仙台行きます。なので行きましょう。おいありがとうございます。牛タンやから取っときます。ぜひぜひ。お名前からお願いします。深瀬と言います。お仕事、どういう系のお仕事されてるのかありますか？小学校の教員をしています。小学校の教員の先生、顔出して大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？でも僕知ってくれた経緯みたいな、先生関連の YouTube の動画を探した時に偶然出てきて、髪切りっていう佐久さんの動画見てから、だんだん関連で出てきて、あのオス好きなんだ、好きなんだっていう感じです。もうだから4年ぐらいになりますもんね。実際その、まあ、昔から結構見てもらってて、初めてお会いさせてもらったんですけど、印象とか何だろう、そのまんまそのまんまですね。あ、そうアクティブ。あ、はい、ということでね、無事帰ってきました。実はもう別日になっててですね、あと、ちょっと疲れすぎてもう動画撮れなかったんですけどもね、今回東北の旅ありがとうございました。最初も言ったみたいに、福島とか山形とか、あとは秋田か、あの辺行けてないんですけど、あれはね、嫁蔵とまた Vlog 出して、二人で行きますのでね、また今回はとりあえず東北編完了とは言ってるけども、完了ではないのでね、またそれは動画で出します。次回はね、近畿。で九州、関東、もうこれでコンプリートになってるのでね、長かったようやけども過ぎてみたら早いんですけどもね、まあ、これで47都道府県の県庁所在地コンプリートしちゃいなと思いますので、また募集かけた際はインスタグラムでね、飲める人いてますかって言いますので、その際はぜひぜひよろしくお願いいたします。別になんか変な壺売られたりとか何もないですよ、ただ普通に飲むだけ。はい、ということなんでね、またよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、東北日本一周企画をやってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。バイバーイ。